菊池克人と佐々木千秋の言霊アラカルト。どうもどうも、ご無沙汰しておりましてスポーツの秋って言うんだけども、はい、私確かにスポーツの秋なんだけども、朝晩ちょっと冷え込みましてですね。そうなんですよね。ちょっとね鼻声になりつつあります。あら、すいません。お風邪ですか？ちょっとお聞き苦しいとこがあったら見てください。そうなんですね。すいません、早く直してください。はい、そうですね、皆さんもね気温差気をつけてくださいね。はい、私はですね、佐々木千秋と申します。スポーツの秋というかスポーツ観戦の秋になっております、うん、毎年、うんうん、はい、この時期ですといい、ね、高校野球が私とても好きなんですけども、うんね、明治神宮大会を毎年見に行っているんですね、うん、はい、で高校と大学の部があるんですけど、まあ、大学の部は、まあ、4年生にとって最後の試合になってますし、うん、高校生に関しては、新しいチーム、まあ、夏の、大会が終わって、うん、新しいチームになってそれの初めての全国大会ということで、まあ、これ優勝するとこの春の選抜に神宮優勝枠として出場できる、まあ、来年の、ね、こう春夏に向けてとても楽しみになってしまう大会となってます。すごいマニアックだね、やっぱりよく知ってるねそうなんです。さすがだな。はい、もう欠かさずこの明治神宮大会も見に行っておりますので、スポーツ観戦の秋となっております。さて今回も始まりました言霊アラカルト。この番組は筆跡心理コンサルタントの菊池克人さんとセリフを話すという職業についております私女優佐々木千秋が言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として豆知識をまとめたニュース記事的にお伝えしていく番組です。いや言霊っていう言葉はね、はい、本当に面白いいい言葉だと思います。つくづくそうですよね、うん、言葉の魂って書くんだもんね、うんうん、日本だけだもんねこんなこと言うの。そうですね、うん、本当に素晴らしいと思います。本当に私もそう思います。それではですね、まずは菊池克人さんの略歴をご紹介させていただきます。菊池さんは1953年東京生まれで、大学卒業後大手ゼネコンに入社、国内をはじめ国際事業部の一員として活躍され、そして2004年頃から書かれた文字からその人物を診断できる世界に興味を持ち始め、筆跡心理コンサルタントとして法人様のコンサルティング、講演、セミナーなど幅広く活動を行っていらっしゃいます。いや、この番組についてですね、はい、少しでも筆跡とか言葉とかこういった大切さをやっぱり感じてもらってね、はい、さらに興味のある方はFacebook、 私も Facebook やってますんで、はい、あるいは私の会社のオーライアンっていう会社なんです、うん、このホームページ等からですね、はい、ぜひお気軽に一度お問い合わせ等いただけたらありがたいなと思ってます。はい、はい、Facebook かホームページ、ね、そうですね、はい、ぜひ皆様チェックしてみてください。そしてそんなこの番組言霊アラカルト、番組アシスタントを務めさせていただいておりますのは女優でタレントの佐々木千秋と申します。現在はドラマや映画 CM を中心に活動しております。リスナーの皆さんどうぞよろしくお願いいたします。言葉の魅力を2人のトークをまさに言霊として皆さんにお伝えできるよう頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初のコーナーは言葉の魔法のコーナー。このコーナーは普段何気なく使っている言葉の意味や使い方について、改めての魅力やその影響についてのワンポイントアドバイスを菊池さんの独自の観点で解説していただくコーナーです。今回はですね、こんなシチュエーションからわかる、はい、まあ、その人の心の奥底に潜む思いについてご紹介をさせていただきます。はい、はい、言霊商事に勤める千秋さん、ある日それぞれ別の新商品の販売担当に任命された A さんと B さんに同じ質問をして、その思いを聞いてみました、うん、はい、その時の A さんと B さんの回答です、うん、はい、まず千秋さんが、新商品の販売っていろいろ大変ですよね、うんうん、でこれに対するまずは A さんの答えですね、まあ、大変だけどみんなが喜ぶ顔が見たいし、私が任命されたことが嬉しいし、なんか今からワクワクしていて頑張れるのよ。続いては B さんの答え、うん、これで会社の業績が上がって今年度の目標金額が達成されることで、どんどん会社が大きくなっていって成功しますねと。さてここでいつもの通り、うん、この A 子さん B 子さんのそれぞれの回答からも各々の性格の一端がわかるそうなんです、うん、菊池さんご説明いただけますでしょうか、うんうん、はい、A さんの言ってることって、はいはい、すごく自分の気持ちを大事にしてますよね。
そうですね、あるいは人の反応を見て喜ぶ顔を見たいとか、はい、嬉しいとか、ワクワクするとか、そうですね、頑張れるとか、はい、途中経過を、まあ、楽しむような表現が多いんですよ、はい、これは一つのですね、人間重視型って僕らは見てるんだけども、はい、人間としての価値を見出そうよと、喜びとか楽しさとかそこだよねっていう見方をやっぱりするんだよね。この人はどちらかというとそういうものをすごく大事にします、はい、だから例えばこのチーム3人ぐらいでやってほしいんだよねって、分かりました、なんとかさんなんとかさんなんとかさん、この3人でやりたいと思いますってことをまあ平気で言う人だね。へ、一人一人の話を名前をちゃんと言って行ったりする。そうなんですか。なんか優しいイメージになって感じます、ね、優しいイメージというか、まあ、人を人として、はい、まあ、頼りになるものとして見ていこうってことだね。なるほど。で B さんの場合はさ、はい、会社の業績とかさ、はい、目標金額とかさ、あるいは会社が大きくなるとかさ、はい、成功するとかっていう言葉を使ってるでしょ。そうですね、結構人よりも機能的なものに重点を置いてますよね、はい、もっと言えば結果とかさ、あ、そうですね、いわゆる物質タスク関係に非常に重視してるので、はい、この人が例えば3人の人って言った時に、はい、さっき A さんはさ、なんとかさなんとかなんとかさの3人でやりましょうよとか言ったでしょ、はい、この人はそう言わないです。え、そうなんですか、うん、頭数3人もいれば大丈夫じゃないですかって言い方をするんです、頭数3人もいれば平気でしょうって言うんですよ、どういうことかというと、一人一人の個人の特性よりも、はい、何人のマンパワーあればいいのっていう見方しかしてないんです、だから人間重視ではなくて、はい、タスク重視なんですよ。何やるの、このこれで、どうやって終わらせるの、じゃあ頭数3人もいれば十分でしょうっていう言い方をしちゃうんだよね。非常に冷たい言い方に聞こえてしまいがちですよね、うん、確かにね。でもこういうことを結構仕事の中ではやってる方々もいますよね、はい、こういう言葉を使ってる方もいると思うんだけど、はい、結構その B さんみたいな答えをされる方って、あ、この人についてやったら失敗しないかもって思っちゃいますね。思うのもあるし、はい、苦労するかもって思うじゃん。あ、確かに、うん、家族のことを話してもふんってだけど全然聞いてくれないで、あ、そうですね、だから組織が大きくなるとかさ、目標達成とかさ、はい、業績上がるとかさ、はい、そういう出世するぞとか成功するぞとか、うん、そういうことばっかりを使うのがやっぱ B さんだな。そうですね、仕事向きは仕事向きなんですよ。確かに、あの結果どうなんだってすぐ言う人ね、うん、途中なんか聞いてないよ、ね、結果どうなんだよ、はい、いや頑張ったかどうかなんて聞いてないよとかっていうのはこっちなんですよね。 B さんの人、 A さんの方はやっぱり私も嬉しいですよねとか、はい、みんなで頑張るんだよねとかさ、はい、ワクワクしますよねとかね、やっぱ褒められたら嬉しいですよねとかさ、はい、感情にこうついたような言葉を出すんですよ。ワクワクするも同じだよね。そうですね、どちらかというと途中の経過を言ってるんだよね、プロセスを言ってる言葉が多いよね。いやー、これは全然同じように上に向かっているという意味では同じなのかもしれないんですけど、全然こう攻め方が違うんだなと。印象違うでしょ。印象が全然違いましたね。ね、はい、あとはA さんの場合は自信がありますとか言うんだけど、はい、B さんに言わせると、いや自信があってもなくてもいいからさ、やってよって言いましたね。なるほど。そうなんですね。 B さんにしてみると、自信ってだってあなた道具でしょって話で、そうですね、すぐでしょって、いやあってもなくてもいいからやってくればいいんだからっていう感覚ね。ちょっと対立しそうですね。なんかすごいスーッとこうさ、はい、冷えたような感覚なんだけども、でもそれがクールだっていう考え方もあるわけだよ、はい、うん、確かにそうですね、うん、要は愛好兵器もしないからね、はい、そこはね、合理的に割り切ってるところがあるから、いやこれ結果に視点があるからさ、はい、やったのやんないのどうなのっていう感じだよね、まあ、やってればいいよというのが B さんですよね。一生懸命やってるかどうか全然聞いてないからみたいな。そういうね、そうですね、一生懸命は別にっていう、ね、おっしゃる方結構やっぱりいらっしゃいますからね、うん、ただ僕は大事だと思ってますよ。私も一生懸命やるという姿勢があるから、やっぱりここまでいろんな社会ができてきたの で、 そうです、ね、結果だけ見ていったらやっぱり僕は違うと思うんだけども、今ここで言ってるのはこういう2つのね、はい、言葉の裏側にある考え方があるよねってことを言ってるので、まあどっちがいいか悪いかはまた別の問題ですね。いやー本当にね、今回もたくさんちょっと笑わせていただいたところがありまして、面白いなって、言葉一つ、例えば頭数とかワクワクするとか、それだけでもこうね、人間性というか特性がまた変わってくるんだなというところがありまして、すごく勉強になりました、ね、毎回繰り返し聞き直したいという方もリスナーの皆さん多いんじゃないのかなと思いますので、まあそんな方は番組放送後約1週間後ぐらいで YouTube に言霊アラカルト映像配信版としてアップされますので、アルファベットの大文字で言霊、
カタカナでアラカルトと検索をしていただきまして、ぜひ何回も何回も再生してご覧になってみてください。ありがとうございます、はい、なおですね、このコーナーでの菊池さんからのアドバイス、あくまで情報提供としてのものなので、一般的によく使われる言葉や表現から出てくるフレーズなので聞き逃さないように注意していただくとともに、何気なく使われている言葉の裏側にあるその人の意識を言葉から探り見極めていくことで、相手とのより良いコミュニケーションに活用していけるのではないかと思います。そしてですね、これは他人ばかりではなくて、こう自分自身をね、知ることにもつながっていくスキルなんですが、うん、あくまで参考にするものであって断言するものではないこと、くれぐれもご注意ください。いかがだったでしょうか。何気ない言葉や言い方でもその人の心の奥底にある意識が隠れているのかもしれません。まさに言葉の魔法です。次回も楽しみです。以上、言葉の魔法のコーナーでした。千秋のマンスリーソング。さて、このコーナーは私佐々木千秋お気に入りの楽曲をかけさせていただくコーナーです。今回はですね、ミスターチルドレンさんの花メメントモリを選ばせていただきました。ミスターチルドレン、菊池さんご存知ですか。はい、知っておりますが詳しくありません。きっとあの曲とかはね、耳にしたことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、今日ご紹介する花という曲は1996年に発売された楽曲になるんですが、まあ、あの私が選んだ理由としましては、うん、なんだろうなというか、歌詞にすごく惹かれたというのが一番の理由です。結構あのこの1996年って私小学校6年生くらいだったんですけれども、うん、今になってようやく歌詞がしっくりくる年齢になったんだなというところで、まあ、負けないように枯れないように笑って咲く花になろうと、ね、周りの人がどんな環境が変わっても自分は自分らしく頑張っていこうよという、ね、メッセージが込められているような気がしまして、本日選ばせていただきました。改めまして、筆跡や言葉の使い方などに注目しておりますこの番組、言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千秋です。続いてのコーナーは字は体を表すのコーナー。このコーナーは筆跡心理コンサルタントの菊池さんが文字の書き方によってその心理分析をする際の簡単なワンポイントアドバイスをしていただくコーナーです。今まではですね、私佐々木千秋がノーインフォメで事前にですね、菊池さんからご指示いただいた文字を、ね、はい、一文字書かせていただいて、いただいていたんですけれども、そして診断していただいていたんですけれども、まあ、リスナーの皆様もある程度私の性格みたいなもの特性みたいなものをきっとお分かりになったんじゃないかなということで、はい、今回からですね、菊池さんにはどなたが書かれた字というのは伏せまして、うん、まさに字だけをこう見ていただきまして、こんな字を書く人はこんな性格といった解説をお願いしたいなと思っております、うんうんうん、そしてですね、リスナーの方でご自身の字を菊池さんに分析してほしいという方は、ご住所とお名前をご自分に手紙を出すようにお書きいただきまして、03-3949-3472 までファックスをお願いいたします。それでは菊池さん、はい、今回はこちらのとある方が書かれた美容の美という字ですね、はい、はい、分析のポイントを交えながら解説をお願いいたします。はいはいはい はい、じゃあ、うん、まずね、はい、この方は美という字は横線が4本ありますよね。はい、ね、はい、でこの4本の線の間隔が同じなんですよ、この人。あ、本当ですね。ね、はい、でこれをやっぱり書く以上は同じ感覚に合わせなくちゃっていう風な、はい、まあ無意識の意識を持って書いてるんだよね、この人は。要はこれはどういうことかというと、はい、そもそもある姿があるでしょ、こうあるべきでしょっていう感覚があるわけですよ、はい、したがってこれは普段の行動でも自分の行動をちゃんと律しないといけないよねみたいな感覚がある人の書く字なんだよね。だから3つの感覚を4本の線を、はい、まあ、3つの感覚になるわけだけども、これ同じ感覚に無意識にやっていくということを書くわけですね、はい、それからもう一つ、一番上、上の部分って全然隙間がないんだよね、これ。美しいって字を大きな字、大きな四角の中に書いてるんだけども、そうですね、結構上が全然隙間がない、上の方から書いてるんだけども、はい、下の方って結構空いてるんですよ。あ、確かに。要は、ね、うん、そう、空いてるでしょ、うん、下の方が空いてるんですよ、はい、ってことは全体的に上についてるじゃない、字が。はい、そうですね。要はさ、上から書き出したはいいんだけど、はい、途中で、あ、下が開くなって思ったんだけどまあ書いちゃえって書いてるわけだよ。なるほど。これはどういうことかというと、とにかく行動しちゃえよって話だよ。
んですか。いいよ、まず動こうぜっていうことで、まあ、書いちゃったわけだよ。後から、はい、あ、下までは行かないなみたいな。なるほど。人によっては、はい、もうちょっと考えてから行動したらって言われる可能性あるかもしれないけども、はい、まずは行動することに対してとってもポジティブな人です。まずは動かなきゃしょうがないよっていう感覚だね。はい、っていうのが分かる。なるほど。それからこの人は、はい、全く字を続けずにしてないんですよね。そうですね、一個一個きっちりと一個一個書いてて、はい、なんて言ったらいいのかな、全部話して、はい、いわゆる続け字でべばっと書く字を書かないで、これはですね、はい、結構きちっとやろうよっていう感覚が強い人で、いわゆる情に流されないです。あら、情に流されない、流せない、はい、あ、だからどんな親しい人でも、はい、ダメなのダメなんだよってやります。うん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 、それとこれとは違うだろうみたいなことをやりますね。なるほど。結構それを見た時に、はい、結構冷たいねとか言われる場合もあるかもしれないけども、この人にとってみると、だってそういうもんだろこのことはっていう感覚ですね。なるほど。だから情に流されるって気持ち自体が、はい、もしかしたらそんなに理解をしようという気もないかもしれない。あ、そうなんですか。うんうん、自分の中ではそういう場面がほとんどないと思うから。あ、うん、そうなんですね、はい、まあそのぐらいの3つぐらいはすぐ分かるけど、やっぱり1時だとその辺が限界かな、はい、あ、そうなんですね、うん、ただやっぱり素直な人はねどこで分かるかっていうと、はい、ペンの入り方がみんなスッと入ってるんですよ、はい、いわゆる毛筆やってる人みたいにグッっていう力を入れた、こういうグッっていうのあるでしょ、はい、ああいう書き方はどこもしてないんですよ。そうですね。だからある意味では結構素直に人の話を聞いたりする能力があるかもしれない。でも感情には惑わされない。なるほど。で、自分のことは結構律してる、ちゃんと。あ、すごくコントロールできてる方という感じなんですね、うん、そう。まあその辺が、それのはやっぱりほらこう合わさってさ、はい、一人ができるわけだからさ。そうですね。だから同じ人いないわけで、うん、はい、まあでも一字文字で見るのはもうこの辺が限界かもしれないな。あ、そうですか、はい、結構、うん、4つぐらいしか分かんないけど。あ、そうなんですね、うん、なかなかこう、まあ私の時にも菊池さんによく言われていたんですが、こう美の横線を全部こう均等って、はい、自分の字ってわからないんですよ、正直。そういうものだと思って書いてるので、うんうんうん、そうだよね。人の字を、字を見るとすごくよくわかる。あ、そういうことだったのかというのが今すごくよくわかりました。やっぱり無意識で書いてるから、はい、それが出ているんだけども、うん、言われないと無意識の世界なんてわかんないんですよ。そうですね。だからみんなが言うのは、だって、いや、みんなそうじゃないんですかとか言うんだけど、うん、いや、みんなそうじゃないですよ、みんながみんなそうとか言えないですよっていうことを、はい、やっぱりこういうのを見るとわかるね。そうですね。だから10人いたら10人とも美って美しいっていう字は、はい、違う字を書きますよ。いや、ちょっと見たいですね配置も違いますよ。みんな目いっぱいに書く人もいるし、はみ出しちゃう人もいると思う。最後わーっとはみ出しちゃう人いるかもしれないし、はい、最後の美の大っていう字ね、大きい字っていう字をバーッとはみ出しちゃう人もいるかもしれないし、はい、人それぞれみんなだよね、違うんだよね。この例えば、まあ、この今枠の中に収まっているんですが、はい、漢字、例えばこの書いてくださいと言われた時にもう枠いっぱいいっぱいまで書かれる方もいらっしゃるんですか。あ、います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 よ。すごい。それこそ大きな字を書いて、だって千秋さんだってさ、はい、子供の時大きな字書いてなかった？書いてました。原稿用紙のさ、あのマス目にいっぱいの字書いたでしょよくご存知でいや、子供の時はそうなんだよ。あ、そうなんですか。要はね、はい、エネルギーが満ち溢れてる、だから目いっぱい書きたわけ。そうなんですね。ある意味では野暮ったいんですよ、すぐに行動して何かやっちゃおうと思ってるから。だん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 年を重ねるに従って知恵がついてきて、はい、いやいや、ここはもうちょっと品よくしなくちゃとかってやりだすから、だんだん小さな字になるんですよ。じゃあ字もある意味こう成長してるってことですね。そうですね。うん、大人でも大きな字を書く人いるでしょ。いらっしゃいますね。この人にもっと大きな字を書く人いるわけですよ、はい、そういう人ってエネルギーが満ち溢れてるからね。素晴らしいです。だから年取ってる人でもすごい若々しかったりします。はい、あ、そうなんですね。逆も真なんです。あ、そうなんですか。うん、逆もそうです。だから心的でもっともっと若々しくなりたかったら、はい、大きな字を書けばいいんだよ。あ、大きな字を書けばいいの、はみ出しちゃうぐらいの。なるほど。じゃあもう自分はもっと若くいきたいというリスナーの皆さん、そして私もなんですが大きい字をですねぜひもっと若く生きる ね。そうですね、うん、もっと若く生きようというね、これからの希望に満ち溢れた字を書いていけるといいなって私自身も思いました。ね、はい、ありがとうございます。誰の字だかちょっと後で教えてもらえるの。どうですかね
ちょっと全然分かってないんですいません。ちょっと推理しちゃいました。そうだね。はい、ありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか。いろんな方とのコミュニケーションを図る上で、まずは己を知るというのも基本の一つだと思います。ただこの筆跡診断、あくまで筆跡からその人の特性を読み取っているだけなので、その特性がいいとか悪いとかの判断を行うものではないことをあらかじめご理解とご注意ください。そうですね。はい、はい、で繰り返しになりますが、リスナーの方でご自身の字を菊池さんに分析してほしいという方は、ご住所とお名前をご自分に手紙を出すようにお書きいただきまして、ファックスで 03-3949-3472 まで送っていただければと思います。以上、字は体を表すのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングの時間になってまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたでしょうか。いや、もう本当にあっという間でもっともっと言いたいことがあったんですけどあ、本当ですか。次回に言いましょうね。あら、ちょっと次回楽しみですね私も楽しみにしておきたいなと思います。ありがとうございます。はい、そしてこの番組へのご意見、ご質問、感想などお便りをお送りいただきますようお願いいたします。ただ送り先がですね、各番組とも今月から変わっておりますのでお伝えいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 言霊アラカルトまでお待ちしております。それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池克人と佐々木千秋でした。ではまたお耳にかかりましょう。